はい、動画をご覧の皆さんこんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は2021年5月の20日木曜日です。本日も金融経済世界情勢について語っていきたいと思います。いやー、昨夜はすごかったですね。仮想通貨市場最大の暴落が起こってしまいました。日本時間の昨夜21時から22時の間ぐらい、アメリカ時間で言いますとちょうど株式相場がですねオープンする直前の時間帯だったんですけども、仮想通貨ですねフラッシュクラッシュ的な大暴落を起こしました。使用通貨のビットコインで言いますと、まあ、30%、40% の大幅な下落で、イーサリアムなどを筆頭としましたアルトコインもですね 50% を超える大幅な下落を見せました。暴落ですね。ビットコインですけども3万3000ドルですね。でこれが日本円にしますと、まあ、320万円ぐらいの、ね、価格まで、ね、一気に、ね、落ちてきました。ビットコインですね、高いところで言いますと日本円にしますと720万円ぐらいの、ね、価格まであったんですけどもね、短期間で 50% ね暴落いたしました。まあ、一瞬にしてですね1万ドル近くの、ね、下げ幅ということですね。これがですねビットコインで言いますと年初来の、ね、水準までね戻ってしまった形でございます。1時間で3000億円で24時間で7000億円の、ね、買いポジションが、ね、生産されたことが、ね、観測されたということですね。いやー、すさまじい暴落でしたね。またビットコイン以外のねアルトコインもですね同様にね、大幅な下落。ビットコイン、キャッシュやライトコイン、そしてポルガドット、これがまあ 40%、50% の、ね、下落幅となりました。で直近までね急騰していました、柴犬コインやドージコインなどもね 50% 以上の下げということですね。イーサリアム一時2000ドルをね割りました。仮想通貨アルトコインがですね下げたことをね、背景にですね仮想通貨市場全体のね時価総額に占めるビットコインのね時価総額の割合は、まあ、40% からね 45% ドミナンスはね回復したということなんですけどもね、まあ、全体的に、ね、仮想通貨も一気にですね、お金がね流れていってしまいましたね。まあ、その後ですね、まあ、フラッシュクラス的な暴落があったのでビットコインはね反発してるんですけども、現在時刻が17時24分、5月20日の17時24分現在ビットコインがです、ね、価格がですね436万円ということですね。まあ、100万円ぐらいですね値は戻してきました。まあ、なぜねこのようなね暴落フラッシュクラス的なね暴落が起きたかというところなんですけども、まあこれはねまあ先週から始まったところではありますんですあるんですけども、アメリカのね電気自動車大手のテスラの CEO でありますイーロン・マスク氏のねまあ発言ですよね。まあ、ビットコインというのがこれがですね、まあすごく電力を使うということでですね、まあこのね良くないんじゃない、電力を使うということでですね消費的に良くないんじゃないかというところですよね。まあ、今はですね、まあ、クリーンエネルギーを目指している、そういう世界的にそういう状況ですので、このビットコインとですね、まあ、電力をたくさん使うというところはですね、まあ、そういうところに、ね、逆行しているというところで、まあここまでですね特にそういうビットコインの電力に対して割とこう、まあ、それはねまあもともとやってる方はね分かってはいたんですけど、まあ、報道的にですねこのビットコインの電力に対してこう割とこう直接的にこういうネガティブな、ね、ニュースが流れるということはなかったんですけど、まあ、イーロン・マスク氏の、ね、発言によりましてこのやっぱり電力的なものですね、これが見直されるというところもありましてですねありました。そして昨日はですね中国の方からですね規制の、ね、強化が、ね、出ましたよね。まあ、金融、まあ、銀行と仮想通貨ですねこの取引に対する規制などねこういう発表がありました。まあ、このやっぱりね、この規制というのは非常に大きかったかなというところですね。
まあ、ただですね、その規制のニュースが出たですね、昨日の、まあ、昼間の時間帯だったんですけどもね、まあ、ビットコインその時は下がってはいたんですけどもね、ここまで大きな下落は見せてありませんでした。ところがですね、アメリカ時間がオープンする段階、日本時間の昨夜のね、21時以降ですけども、この段階になってビットコインがですね、急落したというところですよね。なので、まあ、こういう、イーロン・マスク氏の、ね、テスラの、ね、まあ、ツイートなどにしても、で中国の規制にしてもですね、もうそれ以前に出ていたニュースですので、このフラッシュクラッシュ的なことが起きた時点ではそんな、ね、特別大きな、ね、ニュースがあったわけではないんですけど、まあね、起きてしまったということで、やっぱこれは市場心理の、ね、悪化が引き起こしたんじゃないかなと思いますね。まあ、ただですね、ここまでビットコインですね、まあ、仮想通貨、一時の高値、ビットコインで言いますとね、720万円という高値をつけてから、そこからまあ徐々に値を落としてきていましたよね。まあ、そこがですね、値を徐々に落としてきていたところでのこのフラッシュクラッシュというね、一時的なね、急落ですので、そこから今反発しておりますので、まあ、これはですね、一旦こうね、底値をねつけたかなというところをね、感じさせますね。もちろんこれからのね、まだまだ暴落はあり得るかもしれません。まあ、ただこの一時的な暴落というのは、まあ一旦底値をつけて反発しやすいというね、そういうところありますのでね、まあ、今はすごくどうですかね、まあ、もちろんここから先の暴落もあり得るんですけども、どちらかというと値を戻していく方がね、強いかなというね、感じはしますね。まあ、だから投資をねされる方はですね、まあすごくね、いい買い場が来たんじゃないかなと思いますね。まあ、あと昨日はですね、この一時的な急落の時にですね、まあ、主要なこう販売所などでは取引ができないというね、そういうちょっと脆弱なところもね、仮想通貨見せてしまいましたね。まあ、これはね、まあ、やっぱりこう一時的なこう取引の売買が急騰すると、このね、まあまあ、サーキットブレーカーじゃないですけどね、取引ができなくなるというところはまだまだこうちょっと脆弱かなというところはね、感じますよね。まあ、そういった不安な心理もあるんですけども、まあ、一旦のこう底値を確認、もう一回ぐらい落ちてくるかもしれません。もう一回ぐらいですね、こういう大きな、下落が、暴落があって、でそして底値を確認しての反発になるかもしれませんけどね、まあ、絶好の今はね、買い場なのかもしれませんね。まあ、特にですね、ビットコインやイーサリアムなどの、ね、主要通貨の方にですね、今この段階ではですね、お金がね、戻ってくるかと思われます。アルトコインですね、ここまで、ビットコインのね、上昇率よりも大きくね、上昇していたアルトコインもあるんですけども、がほとんどたくさんなんですけども、この暴落の局面ではですね、どちらかというとやっぱりこのまだ不安定なね、相場状態が続いておりますので、この主要通貨であるビットコインなどにね、まあ、ドミナンスでもビットコインのね、この占有率が上がっておりますので、どちらかというとやっぱりビットコインやイーサリアム、まあ、ここら辺のね、主要通貨の方にね、お金はね、集まりやすいんじゃないかなと思います。で、ある程度ね、ビットコインなどが落ち着いたら、そこからね、アルトコインや草コインなどにね、お金の流れがね、拡散していくんじゃないかと思います。あとですね、ビットコインのニュースですけど、マイクロストラテジー社ですね、マイクロストラテジー社、アメリカの、ね、上場企業のマイクロストラテジー社はビットコインを、ね、たくさん保有しているということで、まあ、有名な企業なんですけども、まあ、この下落の局面ではですね、マイクロストラテジー社の、セイラー CEO ですけども、売ってないということですね。1サトシも売ってないというね、ツイートをしておりますね。1サトシというのはね、あのビットコインのこの 0.00001 とかそういう単価でのね、単位になるんですけども、1サトシも売ってないということですね。少しも全く売ってないという表現であります。なのでですね、まあ、アメリカの企業もですね、この一旦のこの下落の局面では買ってくる企業が今後多いんじゃないかなと思われますね、予想しますね。
もちろんこの規制の、ね、強化はこれから続いていくとは思うんですけども、これはやはりですね、仮想通貨市場がまあ健全になっていく上での、ね、これは当然の規制でありますので、どちらかというとですね、まあ、割とこう規制によってネガティブなニュースにとらわれがちなんですけれども、まあ、将来的に見ていくとですね、この規制されることによってですね、まあ健全化が進むということで、まあ良いニュースでもあるんではないかなというふうに捉えることもできます。まあ規制されることによって、そのね、仮想通貨の安全性が高まるということですね。で、当然またそれによって買いやすくなるというね、安全性が高まれば買いやすくなるということですね。まだまだこのできたばっかりのね、市場ですので、まだ規制のね、面では追いついてないというところもありますので、まあそういうところをね、まあ、まだ手探りな状態ではあるかもしれませんけど、まあこれからですね、いろいろ、まあ、試しながらというところもあるかもしれません。なので、まあ、そういうところを、ね、乗り越えながら、ね、仮想通貨市場も、ね、膨らんでいくんじゃないかなというふうに思っております。ではですね、現在の、ね、仮想通貨の価格を見ていきますけれども、ビットコインですね、11時32分現在433万7千円ということですね。一旦の下落ですね、 3万3000ドルですかからですね、日本円にしますと320万円という価格まで、ね、落ちたんですけど、そこからね、まだ100万円ぐらい回復しております。イーサリアムもですね、29万3000円ということですね。イーサリアムもですね、2000ドルを割った価格ですね、これがね、日本円にしますと、イーサリアムが日本円で言いますと、昨日ですね、一番下がったところで言いますと、23万円とかですかね。あ、違いますね。20万円、20万円台まで下がったんですね。20万円台まで下がって、そこからの反発という、ね、感じですね。他の、ね、通貨で見ていきますと、バイナンスコインですね。バイナンスコインは3万9000円。これもね、バイナンスコインも1週間内に見ますとね、41% ね、下落しておりますね。で、カルダノエーダは178円ですね。ドージコインは39円ということですね。ここら辺の下落、まあ、ドージコインね、ここまで急騰しておりますのでね、大きな下落でございます。で、日本の販売所で取り扱える通貨としましては、リスクですね。リスクが513円ということで、リスクもね、昨日は330円とかそういう価格まで落ちてますよね。で、まあ現在512円とね、まあかなり戻してきましたね。XRP、リップルは現在128円ということですね。リップルは割とですね、下落している通貨の中では、ね、強かったんですけども、まあ、昨夜はね、さすがにね、落ちましたけどね、現在128円ですね。で、ネムは23円、ネムもね、20円をね、割った価格だったんですけど、またまあ20円台までね、値を戻してきてるということですね。ライトコインは22,000円、ライトコインもね、まあ、現段階で昨日と比べると 22% の下落なんですけどもね、まあ、とりあえずまた2万円台に戻してきたというか感じですね。ビットコインキャッシュは8万6000円ということですね。ビットコインキャッシュもね、6万円台まで落ちましたので、ね、まあ、2万円幅でね、今戻ってきてるかなというところですね。モナコインは225円、モナコインもね、まあ、200円台にまで戻してきました。ステラルーメンは52円、ステラもね、まあ、50円台にね、まあ、戻してきたという感じですね。 IOST は 3.8 円、 IOST もね、2円台まで落ちておりましたのでね、また 3.8 円、3円台の後半までね、戻してきましたね。エンジンコインは149円ということですね。エンジンコインもね、まあ、150円はね、戻せるかなという価格まで、戻してはきておりますね。エンジンコインで言いますと、昨日の下落がですね、100円を切る価格まで行ったんですかね、まあ、そこからの戻しですので、まあ、かなり戻してきたかなというところであるんですけど、
まだまだ仮想通貨ね、全体的にはね、弱いかなというところですね。まあビットコインがどこまで戻せるかというところにね、生命線がかかってるかなというところですね。はい、それではですね、今度はアメリカの昨夜のアメリカ株式市場を見ていきたいんですけども、アメリカ株式市場もですね、仮想通貨のね、下落、フラッシュクラッシュのね、下落をね、かなり影響を受けましたね。何しろこのアメリカのニューヨークダウ時間がですね、オープン、ダウナスダックがね、オープンする直前のね、このフラッシュクラッシュでしたので、そこでダウ影響を受けましたね。結局ニューヨークダウ終わり値がですね、$353,709でしたね。ナスダックは75ポイント下がりまして、13,228ポイント。で、ニューヨークダウはですね、1% の下落。ナスダックは 0.57% の下落でした。まあ、一旦の下落からはね、ニューヨークダウもですね、株式、仮想通貨の相場がですね、まあ、値を戻すにつれてですね、まあ、ナスダックあたりはかなりね、落ち着きを取り戻してきたかなということで、まあ、最終的には下落だったんですけどもね、19日のニューヨーク株式市場は続落して、ね、160ドル以上値を下げました。まあ、アメリカのですね、景気回復に伴うインフレ対する、ね、警戒感が根強くあるということで、まあ、リスク回避の、ね、売りが進んだというところもありました。まあ、それよりもですね、やっぱり仮想通貨のビットコインの価格が急落した影響を、ね、大きく受けたというところですね。まあ、下げ幅一時580ドルを、ね、超える場面もニューヨークではあったんですけども、まあ、ここも、ね、仮想通貨の価格が値を戻すにつれてニューヨークではもですね、最終的には160ドル安と、ね、まあ、小幅な下落まで、ね、値を戻してきて終わったという感じですね。ナスダックもね、3.90ポイント下がって 13,290 ポイントね、まあ、小幅なね、ナスダックのは続落でした。で、それを受けまして本日の日経平均株価ですけど、日経平均株価はね、反発しましたね。日経平均株価ですけど、53円、高く終わりました。28,098円ということですね。まあ、28,000円台、0.19% でね、まあ、小幅な上昇だったんですけど、まあ、この上昇でも上昇したことがやっぱり、ね、強かったかな、良かったかなと思いますね。トピックスも 0.68 ポイント上がりまして 1,895 ポイント、日経平均は 0.19% の上げで、トピックスは 0.04% の上げと、まあ、トピックスの方がね、さらに、まあ、ほぼ変わらずの水準でしたね。で、マザーズがね、でもね、強かったんですよ。マザーズが 10.68 ポイント上げまして、1103ポイントとね、1.07% とね、1% 以上ね、マザーズを上げました。まあ、ここはやっぱり投資のね、投資家のね、心理改善につながるんじゃないかなと、マザーズのこの 1% の上げですね。ナスダックは 1.47% 上げまして、181ポイント、0.82% 上げましたのでね。まあ、日経トピックスがまあほぼ変わらずだった価格に対して、マザーズとジャスダックはね、しっかり上がってきましたので、まあ、ここの小型株の上げはね、良かったかなと思いますね。20日本日の東京株式市場、日経平均株価反発して終わりました。まあ、財務省が発表しました貿易統計がね、これが4月の輸出が好調だったというね、そういう好材料もありましたね。まあ、前日比この53円高の 28,098円ということでですね、まあ、出来高は9億9465万株でしたね。まあ、本日のこの日経平均の上げですね、ここはやはり昨夜のアメリカ株式市場が、まあ、下がったとはいえ、取引終了間際にとってね、まあ、値を戻してきたというところがね、そこがやはり、まあ、買い安心感に、ね、つながったかなというところでね、上げてきましたね。では為替の方を、ね、見ていきますけども、為替がですね、現在ドル円ですけど108円と988円と、まあ、109円をね、ちょっと割った価格ですね。若干の円高になっております。まあ、ドルが安くなっておりますね。ユーロ円は132円と899円ということで、ユーロ円もね、こちらもまあ若干の円高ですね。今ちょっと円がね、強くなってるかなという感じで、まあ、ドル安、ユーロ安が、まあ、多少ですけどね、進んでおります。で、アメリカの、ね、長期金利の方ですけども、10年債国債長期金利が現在11時40分現在 1.637% と、まあ、長期金利はね、ここのところね、まあ、
割と高い位置ではあるんですけど、まあ、そこでまあ高止まった感じでね、止まっておりますので、長期金利の今の現段階ではね、そこまでは心配する必要はないかなということですね。まあ、それよりも、まあ、仮想通貨のこの落ち着きがどうなるかというところですね。もちろんここからまあ V 字回復のように急回復してくれれば、仮想通貨株式市場にもですね、好材料を、ね、与えると思いますのでね、ここら辺で、ね、どうなっていくかというところですね。まあ、あとコモディティですね、金ゴールドの価格がまた上がっているというところで、まあ、このお金の流れがですね、今コモディティの方に、ね、流れてきているかなという、そういう、ね、印象を受けますね。なので、まあ、ここら辺の、ねまあ、全体的な、相場ですね、まあ、あと、まあ、原油とかですね、まあ、コーンであったり、そういう、ね、コモディティですね、まあ、全体的な動きを流れな見ながらですね、お金の資金の流れがどうなっているかというところを見てですね、また、この仮想通貨のお金が戻ってくるのか、まあ、戻ってくるとしてもどれだけ戻ってくるのか、まあ、高値が続いております株式相場の方ですね、ここから資金の、ね、流れが続いていくのか、それともやっぱりお金は戻って、株式相場のお金は戻ってくるのか、まあ、それよりもやっぱりですね、このドルであったりユーロであったり円であったり、そういう現金のお金が流れてくるのか、まあ、そこら辺の、ね、お金の、ね、動きを、ね、見ながらですね、投資される方は、ね、やっていただければいいんじゃないかなと思います。はい、以上本日は2021年5月の20日木曜日、金融経済世界情勢について語ってみたでございました。それではこの動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。